ポコポン日記とはサンリオでデザインされたキャラクターグッズ用キャラクター群。1986年に開発されたいちご新聞の読者投票企画サンリオキャラクター大賞では第3回の3位が歴代最高である。2013年サンリオキャラクター大賞39位。2013年サンリオキャラクター大賞の特別企画である。 これあります宣言で、10位以内ならポコンがつけている、日記を公開すると宣言していたが、ランクインを逃し実現とはならなかった。近年は55位前後と低迷を続けている。2020年はコロナ関連によるサンリオショップの臨時休業が相次ぎ、思うようにサンリオショップ店頭からの投票ができなかったため、 サンリオキャラクター対象終了後の6月12日から30日にかけてスピンアウト企画のチップで投票リターンズがサンリオショップ各店舗で開催されサンリオショップの一つのハーモニーランドにおいての結果はポコポン日記は49位であったまたイチゴ新聞オリジナル企画で2016年よりサブキャラコンテストが開催されている第2回のサブキャラコンテストでは ワケベ久し花がノミネートされ39位にランクインされた。第5回でもはワケベ久し花がノミネートされ46位にランクインされた。ありがとうございます。